夏といえば、そうめん流し。キャッポイカリンです。おじさんは3で竹を取るどん。そうめんが流れるようにある程度太い竹を選んでね。息子っちくんもお手伝い。仕上げはお父さん。竹は縦に簡単に割れるのよパッカーン。あとは節をハンマーで叩いたり身ので削る。最後にたわしでゴシゴシ。息子っちが流れを確認。間違いないそうめんの湯がき方。沸騰したたっぷりのお湯にそうめん投入。再沸騰したら火を止めて5分放置。一回くるっと混ぜてざるにあげる。ザババアジャブジャブ。冷水でジャブジャブねぬりを取る。さあ、麺つゆよ。2倍希釈を薄めずに使うよ。水で流すから麺つゆが薄くなっちゃうのよね。息子っちくん頑張れー。お腹がいっぱいになったら交代だよ。息子っちの大好きなカニカマも流すどん。掴むのが難しいミニトマトも流したわよ。キャッチ。次は黄色いミニトマト。ああ。カニカマは掴みやすいどん。息子っちのこぼれ玉は私が拾うぜ。